終わった？ちょっと待って、スーツ着るのが久々すぎてやばいやばい、似合う？どう？似合う？誰？これ誰？似合う？え、言って平気ですか？いいですよ。どうですか？似合いますか？誰？知らない人いる。え、似合う？いや、違和感しかないよ。しかもさ、スーツさ持ってきたと思ったらさ、おっとなくてもスウェット、アイスリースウェット着て、分かんないでしょ、ぶっちゃけ。あ、言われなきゃ、ちょっと丈が変だなぐらいじゃん。丈っていうか、うん、どうせ座ってるしさ、これ着たら分かんないでしょ。太ったな、やっぱ俺。着て、あ、でも、スリムか、うん、どうすか、どうすか、どう、え、なんであんま言わないの、なんか微妙な顔して。ほんと誰誰、どうすか。え、ちょっと見せて、これ逆にして、これ、これ見せて、誰か見て、ちょっと話して。え、誰、もしかしてこれかっこよくない、似合ってない、なんて恥ずかしすぎる。はい、映ってます？サムネ作る？こんな感じ？これしまったわ今な、っていうかしまった方がいい、正直。うん、畳んだ方がいい。なんか卒業式で卒業式感、卒業式感、うん、リクルートスーツじゃないからね。俺も卒業式の時着たスーツだね。あ、卒業式だった。そうそう、ここの、うん、じゃ見せて、似合う？うん。え、これどうする、世に出せる？え、ちょ、明るいとこ行っていい？明るいとこ行こうぜ。あ、いいじゃんいいじゃん、今の光良かった。ええ、ホストっぽくって。ここは微妙？なんかのっぺり、髪がキモい、普通に。普通にキモい、見せて。コスプレ、コスプレイヤー。え、社会人のコスプレイヤー。やばー、ちょっと待って、そのまま止めといて、そのまま止めといて、ちょっとサムネ作るから、俺が最高の、ここね、ここでみんなサムネで釣る、もう覚えとけ、お前これめっちゃ再生、お前の再生数超えるから。お前の再生数とは、逆にしてみ、めっちゃ関係から逆にしてみ。いや、肉眼で見てるんだ。はい、ごちそうさまです。いい、どうですか、私のスーツは。映えない、画面映えがない。え、あの、金と普通に黒どっちが好き？いや、金の方、いや、黒の方が、本来は黒の方が好きなんですけど、あなたちょっと金の方がいいと思う。おっと、あの、黒はやっぱ素材がね、素材が大事って言います。デブ馬面顔は似合わないと。羽ばたいちゃう、卒業。サムネこっちになっちゃう。はい、ということでね、じゃあ早速撮りますか。うい、ごめん、こっちが、はい、はい、ということで今から撮りますか。はい、ちなみにあれ、俺のこのスーツ姿あんま好きじゃない？ん、好きじゃないんだっけ？好きじゃないって何かと比較してる？いやいや、普通に朝一緒に出勤するときあるとするんじゃん、うん、一緒に出勤するときに俺と一緒に出勤したい。出勤したい、うん、一緒に例えば駅まで歩いてって、うん、この、あ、嫌じゃないかってこと？夫として、うん、嫌じゃないよ。あ、嫌じゃないの、うん、歩きたい、歩きたくない。あ、ん？歩きたいって何？かもなく不可もなくってこと。なんだよ。マジ似合わないよね。なんかさ、マジキモくない？髪切った方がいいで、とりあえず。似合うかはないけど、髪は切った方がいい。はい。なんかね。ほど。真っ黒。真っ黒。本当に。なんでそんな日焼けたねえし、真っ黒。じゃあ、こういう感じで、はい。撮りますか。まあこれはしまえば大丈夫でしょう。うん。ということで今から撮影します。イエーイ。今何分乗ってる？今見れん？
で30分、30分、30分撮ってんの？うん、違うか、撮ってんのは5分、5分、残りが30分。この5分間もこんな見苦しいお姿を見せるわけにいかないこれ今30分撮ってると思った、逆に。いや、俺思った俺精神の時に入ってるはい、じゃあ今から撮影します。はい、バイバイ。バイバイ。サブちゃん終わり。はい。